ったー。はい、どうも、白田浩二でございます。というわけで、今回は何をするかと言いますと、はい、はい、はい、替え歌即興クイズ。はい、苦手。はい、苦手。はい、というわけで、ね、ちょっと今日ルールをまず説明したいと思います。はい、ルールは、あの SH の曲の替え歌をして当ててもらうっていうクイズなんですよ。例えばサティスファイだったら魂からサティスファイバカなことドッバー切らせみたいな、例えば豆腐と書かれたお題をこの3人の中の1人に出します。じゃあその人がこの豆腐って名前を使わずに説明をしてください。替え歌でにがりを使う醤油も合うよ。そしたら残りの2人はこのお題見ずにそれを答えれるかどうかっていうのを一周したいと。なるほどね。要はそういうことでございますっていう感じで、とりあえず一回やってみましょう。はい、はい、さあ、じゃあ誰からいきましょう。俺からいこうかな。じゃあそうします、うん、じゃあ曲はサクワンデカスパイ。見て、待てよ。そんな、はい、見て、はい、ツルツルシコシコ香川で人気、はいはい、あ、じゃあ最後の曲ください。卵を混ぜたり、つゆもあったかいの冷たい、白くてうまい。あこれわかるんじゃない。2人で用意どんどん多分、せーの、うどん。正解。それしかもちょっと良かったね、サティスファイで。うん、良かった。もう俺たちも怯えきっちゃってる。やばいね。第2問目、第2問目はこの曲です。もう今ラッキーだよね。はい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 。ひき肉を炒めましょう。ひき肉を炒めましょう。白い四角いやつぐちゃぐちゃ。わりと四川の辛い。辛い。あ、わかった。赤いドロドロするやつ。はい、あ、全然わかった。わかりました。めっちゃむずい。せーの、麻婆豆腐。うわー、いやー。いや、びっくりした。こう来たもんだって。おめっせーるね。いや、でもどうでした。大丈夫わかりました、わかりました。予想以上にでもテンパって。いや、俺もうどんみたいなのが来るんだろうなと思って。めっちゃ嫌や、こっちの。やろう。俺ら3人のすごいよってとこ見せよ。見せよ。3曲目、ラストはこの曲でございます。あー、ね、あー、もういきなりサビきますからね。そうだね。はい、見て、せーの。大きい鍋に、なんか貝殻とかいっぱいあるよ。米っぽいやつも使うよ。なんかいろんなもの入れてぐちゃぐちゃぐちゃにして、海鮮とあえてやるやつ、それをデメロメロに。さあ、答えていただきましょう。いや、ちょっと待てよ。さあ、分かったかもしれない。カラスめちゃくちゃうまいよ。あの、歌はボロボロだったけど。でも、カラスがめちゃくちゃうまいよ。せーの、パエリア。パエリア。いやー、すごい。いや、すごいね。やっと。お米と海鮮と大きい鍋。このキーワードはかなりナイスです。お米言ってない。言った。でも、あの、あれ忘れたね。あの、ピーマン忘れた。ピーマンはええわ。さあ、というわけでね、即興変えたクイズでしたが、どうでしたか。結構面白い。結構面白かった。意外とやれるよね。白藩にもやってほしい。やってほしいね、うん、まだこれちょっと、うん、お題変えて、またいつかやりましょう。はい、はい、というわけで即興歌謡歌クイズでした。ありがとうございました。はい、まあ